はいどうも、シューティビでーす。よいです。はい、お願いします。はい、というわけで、今回も、ローム紹介をしていきます。はい。最近はね、ラジオ出ましたんで、はい、声張るの気に入ってます。電話でね。電話でね、ラジオ出たんで。はい、またラジオ出たいですね。お願いします。お願いします。はい、で、今回グローブ紹介するのが、こちら。パン!おい!スミレスポーツ!はい。これ、スミレスポーツ知ってます?知ってます、知ってます。僕、初めてグローブは見ました。名前は知ってたんですけど、うん、またエアメンさんから好きだね届いたやつなんですよ。まあね、同い年なんで、うん、予告なしで突然着払いで送られてくるっていう。まあ、嬉しいことですね。そうですね。で、今回、このスミレスポーツのスミレグラブなんですけど、はい、先日出したクラフターマインドと同様、うん、特徴だらけ。で、前回のクラフターマインドもメッシュの、はい、ありましたね、メッシュ。はいはいはい、これもメッシュなんですよ。すごいよな。もうメッシです。メッシサッカー選手だったな。メッシで本当に指当てもなんかこの片押しレーザーになってて、うんうん、最初パッと見なんかあれメッシュかなと、そうメッシュかなと思ったんだけど、実際ほら片押しレーザーになってますというのがまあ2つ目。はい。で3つ目はステッチ見えます？レインボーステッチ。はい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 。どうすか、レイボーステッチ目立たないじゃないですか、ステッチって。まあまあまあ。で、近くで見るとうおってなります。すごいよね。はい、レインボーすごいね。写真では見せてもらってたんですけど、こうやってもういいや。その時は、まあ、全然正直分からなかったです。うん。でも近くで見ると存在感すごいっすね。やっぱすごいよね。うん。でさ、俺さ、ちょっと分かんないんだけど、はい、ここの上メッシュの上側、はいはいはい、なんかここさ、特徴的じゃない？そんなことない？そうっすね、44を確かグローブこんな感じの加工がされてた気がするんですよ。マジで。革紐は普通白。白っすね。はい、っていうところで水色と青と白ってすげえ合うじゃないですか、うん、でそこにプラス縫い糸のレインボーっていうね。はいはいはい。俺あんまり分からんんだけど補給面が何も書いてないんですよ。たまにありますけど、そんな多いわけじゃないですね、やっぱね。なんかこの違和感、なんかほら毎回さ、なんかさ、そう刻印とかあるじゃないですか。はいはいはい。片押しとか刻印とか、そうスミレってあるもんだと思ったけど、うん、まあこっちに存在感すっきりしてていいですよね。そうだね。であとはラベルっすね。やっぱ直視なんですよ。しかもここのなんていうの、これなんていうの、ここラメラベルの下、ラベルの下のこの生地っていうんですか、革です、ね、がなんかこう光ってんだよな。青のこのなんていうの、これなんていうの、ラメ革折り紙でたまに出てくる下の方にさ、金と銀の折り紙あるじゃないですか。みんな使いたがるやつ。そうそうそう、ちっちゃい時あれじゃないですか、あれみたいなのが。あれで紙飛行機作っても全然飛ばない、ね、飛ばない、ちょっと飛ばないっていうね。っていう特徴があるんですよ、はいはいはい。まあ、今回は刺繍がこうないんですよね。けど手の中にあります。存在感がすげえ。そうで、このエアメンマ赤、このね、青とね、ブルー系で白で映えてるのに中赤っすよ。いや、青と赤足して紫にしたんじゃないですか、裏側。そしてそうですね、そう裏側も紫なんですよ、しかも。いや、めちゃめちゃ考えてんなっていう、うん、ウェブも片押しになってるぐらいかな。そうだね、ウェブ片押し特徴だらけ、マジで、うん。で、しかも大きさ的にちょっとこの間紹介したクラフターマインドとはちょっと形もちょっと違うし、はいはいはい、厚さも違うし、うん、ちょっと持ってみていいですか。はい、失礼します。あー、なるほどなるほど。これ逆巻きにしたらいいかもしれないです。こっちに広いじゃないですか、こっちに。しっかりと奥で深く掴むのもいいんですけれども、より広げてこっち側に、こっちにももう一個ポケット作るっていう方が結構合いそうだなっていうグローブしてますね。逆巻きの方がこっちのグローブは、こっちはそうですね、いいかなっていう。ここまで広げてバランスを半々にするのはいいかなっていうのは思いますね。はみ出し何色ですか？これシルバーですよね、多分シルバーじゃないかな。はみ出しシルバーですか？はみ出しシルバーヘリ側もシルバーだし、ちょっとラメ入ってるかな、うん、ぽい感じもしますね。これ革の感じは先日紹介したクラフターマインドよりかはちょっと厚めかなっていう。厚い、そうそう。でも俺測りました、これ、はい、測りました。通常のグローブ、はい、重さ 520g ぐらいですか、はい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 、通常で。この間紹介したクラフターマインド488、はい、これは511です。おお、切ってるね。ちょっと軽いですよね。まあそれがやっぱメッシュの分なのかなっていう。そうですね、まあ、しっかりとキャッチボールとかで肩作ってからノック。そうですね、ノックやっていきたいと思います。はい、ボール投げるんで、取った感想を聞かせて。はいはいはい、いきますよ。はい、はい、あ、深い、深い、うん、うん、まだ硬いですけどね。硬い。あー、うんうんうん。今はやっぱ逆閉じじゃなくて順巻きになってるから結構深くなるような形してるんですけど、まあ本当に取ってても、さっき言った通りこっち側で取っていいかなっていう形してますね。痛い、肩が痛い、肩が痛い。ちょっと投げてくんない、両辺に向かって。
どう？うん、音もいいっす。音もいいね。まあ、新品からかもしれないですけど、それでも取った感じ痛くないですか？全然痛くないです。あ、やっぱウェブ下にポケットあるからっていうのがあるんですけど、うん、まあ、まだ弾きますねやっぱ。でこれ染色されてるから手のフィットが少し落ちるかなと思ったんですけど、そんなこともないです。2週間ぶりぐらい。はい、というわけで、はい、やってきましたけど、うん、どうですか改めて。いや、いいっす、いいっす、いいっす。草野球ならではのグローブが作れるなっていう、うん、で、質も全然、むしろいいんじゃないかなっていう。いいよね、まず、はい、はい、両兵的に、まああの、この間の動画も合わせて、後ろのグローブ合わせて、はい、どっちの方が両兵向きですか。肩ですか。肩、肩はこっちです、僕。さあ、こっち。おお。色はこっちです。色はこっち好き、あ、まあ好きだもんね。そうですね。坂道坂。そう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 、坂道坂坂道坂、そうそうって言っちゃったけど野球やるのってやっぱ夏が一番メインじゃないですか、うん、夏にめっちゃこれ爽やかでいいなっていう。そうだね。逆に秋いいんじゃないっていう。確かにこれ秋でもね、やっぱキャメルじゃないですか、うん、クリームか、はいはい、クリームと赤っていうのもまあ大人な僕らにしてはおしゃれかなって思うんですけど、うん、そうですね、うん、しっかりと締まった色っていう。そう、締まった色、はい、って感じしますね。配色も最高です。最高です。はい、もしね、興味ありましたらスミレスポーツさんのスミリグラブオーダーしてみていかがでしょうか。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。噛んだ噛んだ。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。いいよ。プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで。はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000人もとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること。1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタンプの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。